はい、えー、お疲れ様でございます。アラフォー、アラフィフの恋愛事情につきましてですけども、私はね、年齢を重ねても魅力的であり、そして恋愛ができるぐらい躍動感にあふれた人生を送れると思うんですよね、えー。ただしですね、若い頃のように、ほっとけば偶然縁がボン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 来るってことにはならないと思うんですよ。うん、やっぱりね、人生、 長生きていると目立たなくなってくるんじゃないかなと思うんですようん目立たなくなってくるんで自分を目立たせるための活動を加えていかなくてはいけないのかなと確かにね若いとそれだけで目立つんですよ若いとそれだけで注目されるんですよ年齢を重ねるとだん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 埋もれていくんですよねほっとけばですよでもそうならないようにいろんなアクションを起こすことができると思います、まあ、その一つが何かで有名になるってことですよね それも世界のひのき舞台に立つほどに有名じゃなくていいんですよ。少し自分を知っている方が普段より多いかな、他の人より多いかなぐらいのレベルで多分ご縁っていうのは広がると思うんですよ。まあ例えばこういうことです。まあ、趣味のグループを持つ。例えば図書館に行って、まあ最近はないと思いますけどもね、図書館に行って毎週一回は本を読むみたいな機会を設けていると、さすがに あの人毎週図書館に来てるよねっていう風に少しはね知られるようになると思うんですよそれからですねまあ趣味のサークルに入って例えばお料理教室とかね釣りのお仲間ができたとかねさまざまなものがあると思いますけどもきっと人の縁っていうのはそういったところに生まれるんじゃないかなと思うんですよ少なくとも疲れ切って家で寝てるだけの人に向こうから縁が来るってことはねないと思います たまに宗教の方とか NHK の勧誘の方が来ると思いますけどもそういう人と恋に落ちることは難しいと思いますんでね <laughs> まあですんで向こうから来るものよりもこちらから求めていった方にチャンスがあるんじゃないかなと思うんですよでもそういえば最近ってマチコンってあるんですかねマチコンってなんか一時期はありましたけど今はないような気がしますうんまあでも率直に私はねマッチングアプリの使用もかなりいいと思いますし それからあの結婚相談所に登録するのも一つの手だと思うんですよでも結婚相談所に抵抗がある方っていますよねもちろんそれはそれで仕方がないことだと思いますけどもいや私のところにね何かいい人いませんかっていうご相談いただく私も即可塾そしてこの YouTube という放送がありますので多少は人集めに役に立つところがあると思うんですよただし結婚相談所のレベルにはかなわないですよだって40万人とか50万人いるわけですからね 私なんかせいぜい数十人ぐらいですよ。うん。それで、うん。私の手の内から誰かを紹介するってのも言ってみれば結婚相談所みたいなもんじゃないですか。そしたら結婚相談を本気でやってるところ、ビジネスとして本業でやってるところの方が数も多いし質も高い人がマッチングする可能性非常に高いですからね。うん。それから私も紹介した <laughs> その責任をこの恋愛に関しましてはね、 はっきり追いたくないんで <laughs>、うん。もちろん偶然に出会っていい関係になっていただくのはいいんですけども、この人どうっていうところまではちょっとね、なんとも言えないんでね。あのー、ぜひ、それは、結婚相談所をお勧めしますよ。今はね、あの、昔のイメージとはだいぶ違って、多分、入ってみると、あ、こんなに過ごしやすいんだってことに気づくと思いますえ。そのことについてはまた別の機会にね、あの取材して、皆さんにも、 随時お話したいと思いますけどね、はいえー、ということでねアラフォーアラフィフの恋愛事情部屋にこもっていたら出会いが生まれませんっていうことなんであの出会うために趣味のサークルこれがねいいんじゃないかなと思います今までででやったこともない趣味でいい趣味んですよむしろやったことがない世界に入ることによって今まで出会えなかったような縁に出会える可能性はぐっと広がると思いますということでございますね なみさんいかがでしょうかいくつになっても素敵な奈さんにまた恋愛講座していただきたいと思いますそれからね健康も大事にしたいですよね。体のことそれからいろんなねこれから来るであろう更年期に従って病気のリスクは増えていきます若い頃のしわ寄せも来ますですんで健康にも意識していかないといけないですよね今までのようにはいきませんからこれは私も同じでございますんでね これからもお互いに学び合っていただければとい,いければと思っております。ありがとうございました。お疲れ様です。皆さんもご健康恋愛に。ご注意ください。いってらしい。